ちゃ。こんにちは。ゆたかさん、はい、DeNA ベイスターズの新監督、はい、三浦監督発表になりました。ね、決まったね。はい、まあ後輩ということで、はい、すごく嬉しいんだけど、なんか後輩だからなんかこうちょっと心配だっていうね、まあそういう一面もあって、はい、二軍監督もやり、まあ経験を積んでね、まあ上がってきたという、だから全選手をよく知ってる、ただまだ辞めて間もないので、選手とのこう接触っていうのは多かった監督になるから、まあそこら辺うまくやってほしいなというね。その方がやりにくいですか、ね、やりやすい面とやりにくい面があるよね、だから選手の時にこう言ってたのに、監督になったらこう言ってるとか、まあそういうギャップが生まれるとすごくやりにくさっていうのは感じるんだけど、まあ人って立場でものを言うから、だからそれはやっぱこう選手の方が理解しなきゃいけないことだよね。大輔も遠慮があっちゃいけない、そういうことに関してね。ただ優しいやつだからさ、アテネに一緒に行った時にね、銅メダルで終わったんだけど、でコーチ監督っていうのはその場ではかけてもらえないのね。で表彰台に登ってかけて、三浦大輔はかけてもらったんだけど、宿舎に帰ってきた時に豊子さん一緒に写真撮りましょうよって、もうどうしたのって言ったら、俺に銅メダルをかけてくれてさ、だからすごく優しく心遣いができるやつだなと思ってて、まあその頃からね、練習といえばもうコツ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 やるやつだしさ、まあ馬を持ってるんだけど、馬より大輔の方が走ってんじゃないかっていうぐらいなんかこう練習をする男でね、だからピッチャーに関しては相当厳しくなるんじゃないかなという、まあそんなイメージでは捉えてるけどね。じゃあこれまでのラミレス監督とはどういったところが変わってきますか。あ、違いか、はい、そうだな。ラミレスっていうのは5年間やって、はい、まあそれなりの成績を残して、はい、まあ日本シリーズも出たけどね、はい、ラミレスはどちらかというとこうデータの野球をずっとやってて、まあこれからはデータを主に、まあ、野球っていうものを進めていくんだろうけども、なんかデータにばっかりこう縛られたというかね、例えば簡単なのはその日の出る選手が分かってしまう、まあ例えば、A という投手が投げてて、その A という投手の相性が悪い選手は今日は使われないとか、でも相性がある程度良かったら先発とかそういうことになってくるだろうけど、三浦はちょっと違うような気がするね。大輔はどちらかというとピッチャー出身の監督なんで、守りを重視するような、でロペスという外国人ファーストベースを切ったけど、まあこれは三浦が切ったのか球団が切ったのかわからないけどね、まあそのことによりファーストが空いたという、でファーストが空いたということは外を固定でファーストに 使いたいのかなって、で二遊間の強化、センターラインの強化をしていくと思うんだよね。だからそういった意味で考えると、攻撃的なチームというよりも守りを主体とするチーム作りに変えていくのかなっていう、それに伴った西という、人が二軍監督なんだね、で西もやっぱ守りのスペシャリストでさ、活躍した人で、やっぱ守りっていうものがいかに大事かっていうことをよく知ってる二人だと思うんだよね。その三浦大輔が一軍の監督になったということは、やっぱまずはやっぱこうピッチャーを中心に守りの野球をやるんだろうなっていうのは気がする。だから見ていて多分つまんないと思うよ。いや、やっぱりさ、派手な方が野球っていうのは面白い、壮絶な打ち合いっていうのは面白い、でもそれを嫌う監督だよね、だから、守りを中心にコツコツ点を重ねていって逃げ切るという、でもトータル的にはどっちの方が成績として安定するかというと、やっぱ守りを中心にやる野球の方が安定感は出てくる、まあ、そういったもんだよね。まあ、ラミレスはだから攻撃的で、もうとにかく打てと、で打つやつじゃないと使えないという、まあ、そういうことでスタメンとかも決めたみたいだけど、だけど三浦は、まあ、打つのも打ってくれることに越したことはないけども、やっぱ守りを中心に、考えていくような、まあ、野球かなっていうのを思うよね。そしたら結構チームのカラーが変わってくる、カラーは全然変わってくると思う。でもどっちが正解かというと、これはやってみなきゃわからないことで、
これどっちが正解かっていうのはもう結果が全てだから、結果で判断するけども、うん、だけど大輔に言っときたいことはやっぱ走塁をもう少し鍛えないと、これは巨人との差が全く埋まらない。で打つのは打つ、率も高い、だけど得点力が低い、うん、これどういうことかというと、やっぱりこう走力の問題があって、得点いくら打っても得点にならないというケースが多いよね。だから走力というものを鍛えるということ、そういった選手に着目するということ、これで走力だとか、まあ盗塁の数でも圧倒的に少ないしね、まあそういうあのチームに足というものが入ってくると、これは戦えるチームだよね、うん、だからそこら辺に着目して、大輔がチーム作りをし始めると、まあ大輔はいい監督になるんじゃないかなっていうふうには期待はしてるけどね、うん、まあ人望の厚いやつだし、うん、まあ優しいことは分かってても、こう一流の監督さんって優しさと、まあアメとムチってよく言うけども、一流の監督って甘いところと非常なところ、情のとこ部分と非常な部分っていうのが必ずあるんだよね、うん、だから大輔が非常になれる時があるかどうかね、これがやっぱりこういい監督になれるやっぱり要素の一つだと思うよね、うんうん、だから優しさだけではダメですよ大輔ね、うん、と思うけどね、うん、他はどういったところに、まあやっぱりね、はい、名古屋ドームで11連敗か、はい、あったよね、はい、これ昔デニーに聞いたことがあるんだけど、うん、名古屋ドームのマウンドは特殊で、うん、高くて傾斜があるから、うん、相当走り込んで足を鍛えとかないとボールが高めに浮いちゃうんだよね、うん、だからそのことは俺大輔は分かってると思うんだよ、はい、だからまあ三浦が大輔がスタジアムの階段をもう下から頂上まで行って降りて、また頂上まで行って降りてって、もう何往復、お前なんぼするんやっていうぐらい、もう本当に淡々と走ってる姿を覚えてるんだけど、まあそういう 足腰の強化、ピッチャーにはさせるだろうね。それとピッチャー出身だけにやっぱり長いイニングを少しでも投げてもらいたいというものが、うん、やっぱり大輔の中にあるのかなって思うから、だから相当ピッチャーには厳しくね、うん、やっていくと思うけどね、まあだから素材のいいピッチャーがたくさんいるんで、でピッチャーの監督がなったで、練習もどんどん積み重ねてコツコツやってきた大輔だけに、そういうことを注入していければ怪我も少なくなるし、うん、長いイニングも投げられるようになるだろうし、だからそのピッチャーを含めた守りの野球がなんか今でも今からでもなんか楽しみの、うん、まあ、一つになってくるかなっていうふうに思いますよ。まあリーゼントの監督なんて球界初だろうからな。そうですね。いや本当にだから まあ帽子かぶるとリーゼントになんないけど、まあ試合中は、ね、帽子かぶってるので、もうやんちゃな感じの監督になってくれることを、はい、まあ期待もしてるし、まあ若いからね、選手と一緒に汗をかいて、で選手の中にどんどん飛び込んでって、なんかこう兄貴のようなね、まだ若いし、なんかそういう風な監督になってもらえたらなっていう風に思ってますね。やっぱ OB として、で大輔と同じユニフォームを着た一人としてね、まあ本当に応援し続けるんで、頑張ってほしいなっていうふうに思いますよ、はい、ね、まあ今コロナでさ、取材がなかなか思うようにいかないんだよ ね、 そうですね、早く大輔とどんな野球なのかっていうのを話してみたいと思うけども、ね、なんか今こう想像できるだけの範囲の中でね話はしたけども、まあ本当に期待は膨らんでますね。頑張ってください。